話す場。よだれ垂らしてないで、うまく誘導して追い詰めろ。そしたら俺様がインフェルノで焼き尽くして。焼き尽くすのはダメ、いい焼き加減でお願い。倒せれば問題ねえだろ。問題あり。あとちょっと疲れたから背中に乗せて。ふざけんな、あれこれ注文しやがって。カモネギの匂いにつられてクマまで出てきやがったな。やべえ、取られる前にまずは威嚇。くしゃー。ちょ待て待て、なんで弱いくせに好戦的なんだ。グロワーンて、うれぇ。グロワーン。コメッコがモンスターの気を引いている隙にホーストが横から仕留める。見事な連携だな。今のが本当に連携だったかはさておいて、大きな問題はなさそうだよな。めぐみ、いい加減認めてやったらどうだ。まだです。このクエストを達成するのが条件です。キュイキュキュ、親子丼ジュルリ。ホースト、のんびきか倒して。はぁ、弱めの炎だな。うん、いい焼き加減で。インフェルノ、弱め。ふふん、見たか、我が力。ほぼ俺の力だろ。やらせたのはコメッコ、だからコメッコの力。まあ、それでいい。手勢するのも疲れた。カモネギなど、我が前には無力なり。ぎゅい。なんだ、この鳴き声。ぎゅい。でっけえ。こいつ、カモネギの親か。怒ってる？でもうまそう。ジュルリ。おいバカ！ギャー！危ない！あ、よくやっただけです。そのままそいつを抑え込め！大丈夫でしたか、コメッコ？危ないとこだったわね。兄ちゃんたち、なんでここに？お前が心配でついてきたに決まってるだろう。クエスト中に油断するなんて。だから米子にはまだ早いと言ったのです。ごめんなさい。なんという力だ。悪くない、悪くないぞ。たまらん。うん、喜んではいるが、そろそろダクですがヤバそうだ。あいつを片付けるぞ。最近カエル肉ばっかりで飽きてきたところだったのよね。ちょうどいいわ、今夜はカモ鍋よ。コメコ、今は落ち込んでいる場合ではありません。まずはあいつを倒さなければ。行きますよ。わかった姉ちゃん、私もう油断しない。やっちゃえ、でっかいゴブリン。やっぱ行くのは俺か。クルシャバ。ミツルギはよくカズマに突っかかっていますが、何か理由でもあるのでしょうか。私のことを頭がおかしいというのはやめてもらおうか。カズマの剣にチュンチュン丸と名付けたのはこの私です。バックレッツバックレッツランラン。